どうも、なおっちです。アンダーテールその27かな。続きの方やっていきましょう。一旦戻ってみようぜってことなんだけど、もう戻れんのかな？上に一回行かないとダメかな？お、戻れるね。やったぜ。セーブしてなかったから。で、この時点で今いなかったんだよね。で、戻って、あ、鍵買ってみるか。せっかくだし。あ、なんだ、電話？いや、アンダインだ。どうしたの？静かにしろ、パピルス。お前のアイデアだろ。人間、お使いを頼まれろ。オッケー。あ、頼まれてください。わかったよ。うん、いるのね。ああ、わかった。お使い？初めてのお使いじゃねえかよ、もうこれ完全に。とりあえず、謎の鍵で、見る。で、あとジャンクフードだけ買って。で、バイバイ、バイバイ。また後で会いましょう。鍵ゲットしたから。で、あ、こっちじゃねえか。こっちだったかな、確か。で、どこだっけな。右の位置だっけ。で、下から一気に船乗って。あ、右の位置じゃねえな。多分左の位置だ。左の位置。これどういうことなんだろう。横に動いてるってことだよな。でも、左の位置だと。よしよし。こんなところにある奇妙な研究所を見てあなたは決意で満たされた。で、トゥララ乗っていくかい。船に乗る。はい。で、こっちに行って。でも、メタトンの修理をしてるんじゃねえかなって思ったから、研究所に先行った方がいいのかなって思ったりましたけど、まあ、お使いを頼まれたら先にお使い済ませて、メタトンのとこ行けばいいか。そんなね、焦ってるわけでもないし。トゥララ。おお、久しぶりだな、ここ。気持ち久しぶり。あ、そうだ、あのガキンチョ。いる？ここら辺じゃなかったっけ？あいつは。あれ？いない？いねえな。パピルスはいるけど。アナインがお前に頼み事があるそうだぞ。俺様ではダメな用件だとさ。そうなの？ああ、それで少し頼まれてくれないか。この手紙を届けてくれ。ああ、アルフィスに？確かに。それは個人的な話で、私たちは友達です。正直に言うと。ああ、まあ暑いからね。なるほどね。手に入れた。ああ、それを読んだら殺すぞ。ああ、読みてー。まあ読まないでいこうか。殺されるし、読んだら。あの黄色いやつはどこ行っちゃったんだろうか。まあ、いないから。あれ、ここだったりする？もしかして。ああ、なんて素敵なノック。答えなかったらもう一度聞けるのかしら。知らん。しないわ、もう。トゥララ、乗っていくかい？よし、乗っていこう。ホットランド。それじゃあ出かけよう。いけー。スピードを飛ばしていけー。ホットドッグはいくらあっても足りないんだ。実はそうでもないけど。どういうこと？よーし、着いた。Thank you。なんていうの？
船乗りさんじゃねえよ。ポストあったっけ？てか、ちょうどいいじゃん。ねえ。郵便受けがない。しないって。ノックした。てんてんてん、どうしよう、また手紙かな。開けたくないな。そう、そのまま返そうかな。いや、いつまでもこんなことできないわ。この手紙は読もう。なんか風雨がきつくないこれって。ちょっと待って。何の音？ねえ、冗談のつもりならこれ。嘘でしょ。この手紙あなたが書いたの。え？名前が書いてないから一体誰のものなのか。嘘でしょ。どうしよう。すっごく可愛いって。それに全然知らなかったわ。あなたがこんな風に、文章を書くなんて。びっくりした。だって、あんなにひどいことしたのに。私、本当は許されるべきじゃないの。まして、こんな言葉で、それもこんなに情熱的に。ああ、名前書き忘れたの。アンダイン、何やってんだ。よし、わかった。やってみる。お詫びにこれくらいしなくちゃね。二人でデートしましょう。おう。デート、スタート。久しぶり。スタートってなった。あ、ごめん、ちょっと私まだ着替えてる途中で。どうかしら。どれっすか。彼女って本当にいいセンスを持ってて。まあいいわ。さあデートを始めましょう。スタート。なんだよ。デート、ストップ？まず始める前に好感度を上げるアイテムをあなたに使わないと。これで、なるほどね。いいかな。まあとにかく、何も心配しないで、準備はしてあるわ。もうプレゼントか。これが金属鎧用の剣もあたり。鎧つけてないし。でも人間でも使える鱗用の防水クリームも持ち歩いてるわ。鱗ないんだよな。鱗のこれはどうかな。魔法の槍修理キット、これは私が。これ全部アンダインのためじゃねえかよ。はい、わかりましたよ。始めましょう。本当にだな。イエーイ、レッツ。デート。お？動かねえぞ。あなたって、アニメ、好きなの。まあ、はい、ぼちぼち。すぐ。やった、私もよ。ねえ、どっかにお出かけしましょう。でも、どこに行けばデートとしていいのかしら。わかったわ。さあ、ゴミ捨て場に行きましょう。なんでやねん。着いたんだね。いつもアンダインとはここで一緒に過ごしてるわ。へえ。まあ、宇宙食拾ったよ、俺も。本当に？嘘。そこに彼女がいるじゃない。あなたとデートしているところを見られたら私どうしたらいいの？どうして？だって、嘘やだ。ここに彼女が向かってきているわ。おお、来た。おい、来たぞ。私、気づいたんだが、お前があの手紙を渡すのは悪いアイデアだったかもしれない。だから今私がここに来たんだ。手紙を返してくれ。何？もう持ってないって。じゃあ彼女ここらで見かけたんか。いや、見てないのか。でも家にはいなかったぞ。一体どこに行ったんだ。これで OK？ 嘘でしょ。もう分かってると思うけどね。私本当に彼女のことが好きなの。いいじゃん別に。もういいと思うよ俺は。ごめんなさい。こんな思いつきだったのよ。あなたとなんていうか楽しく、デートのふりすれば。なんかそういうと一層ダメだと思ってきた。ごめんなさい、またしくじっちゃった。アンダインこそ私が
ああ。そんなことないでしょ。ああ。アンダインは自信満ち溢れていて強いし、そして面白いし、でも私にはそんなものない。全部偽物なの。科学者、すごいじゃん、科学者。人を傷つけてるばっかり。彼女のにたくさんの嘘を言ったわ。だから、彼女が知ってる私は、彼女が考えている私は、実際の私よりずっと優秀な人。ああ、本当の姿を見られて軽蔑されると。真実を伝える。うん。嫌われないよ、大丈夫。嘘ね。うん、自分に素直って言うけど、自分っていうのがあんまり好きじゃないの。ああ。ネガティブというか、真実を知ったらね、真実を俺に任せろ。どうやって準備をすればいいの。ロールプレイを一緒にやろう。ロールプレイ、デモンストレーションっていうか、まあ、いや、俺がでしょ。自分が。いやいや、ね、お前って可愛いよなって。どういうこと。あ、ありがとう。あなたはよくそう言ってくれると、なんて返せばいいかわからない。でも、プラトニックな意味で言ってんだよ。ただの友達だもんね。へへへ。おう。そして彼女は君に来た。どういうこと。普通のでいいんじゃないこれ。真実を伝えてなかったね。ねえ、ほら、私。あ、ダイン、私の気持ちあなたに伝えたい。聞いて、あなた。うん。オタクの話にも、いつも耳を傾けて聞いてくれる。おう。なぎ倒すって言ってくれたり。おう。アンライン、どうしちゃった。やべえ。今なんて言ったんだ。あ、アンライン、いや、その、ただ、まあ、おい、ちょっと待ってくれ。今日の服すごくかわいいな。何か特別なことでも。ちょっと待ってよ。お前ら二人でデートしてたのか。そうよ。いや、違う。その、違うの。つまり、その、私たちはそうじゃなくて、だから、その、あなたのことを思ってるマンチックの予行練習をしてたの。そうだよ。そうじゃなくて、アンライン、その、あなたに嘘ついてた。おぉ。何の話だ。それはその、何もかも。え？ちょっと、もうちょっとゆっくり喋ってくんな。どんだけ言ってんの？そんなに？フルーツにヨーグルト。アルフィス、私、あなたに認めてもらいたかっただけなの。頭が良くてかっこいいって思って欲しかっただけなの。オタクっぽい負け組じゃないって。アルフィス。アンデイン、私、あなたのことを本当にすごいって思うから。おぉ。優しいな。お？あれ？アルフィス。私もお前もすごいと思ってる気がする。なんか気づいてほしいんだ。お前が今言ったことはほとんど私にはどうでもいい。なるほどね。私にしてはその手のものは全部オタクっぽいキャラクターだ。私が好きなのはお前の情熱は分析的思考だ。最初は何であろうとお前はそれに心を込める。100% 全力で。だから私に嘘をつかなくてもいいんだ。もう誰にも嘘をつかなくていいようにしてやりたいんだ。アルフィス、お前が自分のことを好きになる手伝いをしたい。どんな訓練がお前に必要か私にはわかるからな。アンデイン、あなた。
その姿どういうことなんだ。あなたが特訓してくれるのって。私がって。あ、お前か。久しぶりだな。さあ骨振りするぞ。100周ジョギングしながら声高らかに自分の良さを叫ぶのだ。どういうことだよ。あ、アンデイン、私頑張る。嘘だろ。冗談だよな。そうだよな。あのアニメ、あのコミック、 あれはまだ本当だよな。アニメは現実だよな。どうしたか、どうした。嘘だ、嘘だ。心が砕けていくのを感じる。いや、私は生き抜ける。強くあらねば。アルフィスのためにありがとう、人間。真実を教えてくれて。頑張ってこの世界を生きていくさ。また後でな。あ、ゴミ捨て場まで連れてこられたわけで。どこ行きゃいいんだ。ゴミ捨て場に来ちゃったんだけど、なんか特別あるわけじゃないだろう。もう一回、あ、電話だ。いや、クールな友達なら俺様のことを信じてくれるような。こちらパピルス、俺様たちはお互いに友達だ。アルフィスを切り上げたぞ。すっごく早くな。で、彼女を家に送ってきた。すっごく家にな。どういうことで。ああ、それで。はっきりした理由はないが強く感じるのだ。お前は向かうんだ、そこにな。彼女の家の、お、研究所に。なんとなくいい予感がするのだ。それじゃあな。どういうこと？まあ、行くけど、行けって言われたら。どっから行くの早かったっけ？ここ渡ると、あ、そうだ、ついでに、ここ、鍵がかかっている。これ、どう？お、よし。なんだこれ。親愛なる日記さん。シャーレン、崩れ落ちてしまった。とても悲しい。以前にも増して引きこもってしまった。いつか、ブロッキーと僕、公演をしよう。何の話なんだ？一日ごとに、新しい日記。へぇ、日記帳コレクション。いとこがダミーになると言って、牧場を出て行ってしまった。もうここには僕とブロッキー、ああ、幽霊ってことかな。どこか諦めたような顔をしていた。よせよ。ああ、それに、どうせ僕は求めるような体なんてありはしないんだ。マイダーリン日記さん。興味深い人物に出会えた。おう、人間ファンクラブ。オフ会。へえ、一人だけ。おう、よかったじゃん。ゼロ人じゃなくって。彼女はダサい。しかし、バカバカしい漫画のことばかり考えている。だけど、楽しい女性でもあるんだ。もう一度会ってみたい。日記コレクションは素敵になっていく。5冊目だ。最後かな、これで。今日は彼女がサプライズを用意してくれていた。僕のために体を作りたいって、スケッチを見せてくれたんだ。僕がずっと憧れてきた体。あんな体があれば、きっと僕は本当の僕を実感できる。あー、なるほど。わかっちゃった、わかっちゃった。メタトンだ。メタトンがいたんだ、ここに。で、アルフィス博士に出会ったんだ。こんな音楽なんだ。いや、落とすとかやめてよ。遅いなぁ。頑張れ。おー、やるじゃん。で、こっから雪の街はすぐだから。センキュー。
あれ雪の町すぐじゃない？すぐじゃないな。え、なんだこれ。乗るなら3ゴールドだよ。どこまで連れてってくれんの？おー、なるほど。顔を踏んでくれて。え？ただってこと、実質。これですぐ戻れるはず？遠回りじゃね？あ、花がさらにある。なんか戻るだけでなんかいろいろあるね。ねえ、ほら、花がまだあるんだ。よし、こっちへ。よしよしよし、あうち、あうち。これで、戻ってこれた。やったぜ。これで、雪の、ここに戻ってこれたから。今何分ぐらいなんだ？多分、連続で撮ってるから30分ぐらい、あれかかってて。で、おい、いる。話聞いて。おい、ガキンチョ、どうした？ヘクショ。パピルス、よくこんな寒さに耐えられるな。皮膚がないか。なるほどね。おぉ。脂っこいのが嫌いなのだって。胃もないだろう。ああ、だが、節操というものはあると。要は、お前がもうすぐ殺されて本当か、さよならを言いに来るんじゃないぞ。俺様の町では、さよなら禁止なのだ。言うならば、また会おうだ。ああ、いいね。いい言葉だよ。それは。よし。というわけで、じゃあ、博士のね、研究所に着いたら、やめようか。乗っていくかい。もう一回ホットランドまでお願いします。ちょっと連続で撮ってるとね、時間配分がよくわかんなくなっちゃうよね。しょうがないよね、でも。テミーの村。まあ、あれはね、偶然一発で見つけてんからね。ごめんね、ヒントもらう前に。またいつでもおいでって。いいキャラしてんよな。よーし。じゃあ、ここで一旦終わりにしたいと思います。一体研究所に何があるのか、すごく楽しみなんで。やっていきたいと思いますよ、次回も。ここからじゃないですか、ここから。というわけで、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。